コブラ会はですね、今 YouTube プレミアでもともとやってたんだけど、シーズン3からネットフリックス配信になるみたいで、シーズン1、2がネットフリックスに移ってきたんだけど、34年前あった映画ベストキットの続編ドラマシリーズなんですよ。で、これが、その、倒された方のヒール役の30年後の方が、あのー、主役で、で、主人公だったダニエルは大成功になってて、ヒールで今作の主人公ジョニーっての落ちぶれてるんだけど、その、 二人が、本人がそのまま30年後演じてて、これめちゃくちゃ面白いから。めちゃくちゃ面白くてアメリカで大ヒットしてて、なんか熱くて、しかもなんかただの続編になってなくて、なんか中年の危機とか親子関係とかいじめとか、そういうのが顔、現代的なやつも入ってる上に空手の熱さもあって、めちゃくちゃ最高なんで、え、ぜひ見てみてください。